国道26号線はアメリカ合衆国を東西に走る幹線道路の一つである。ネブラスカ州小柄らを起点として敷かれ、後にはオレゴン州の西海岸まで延伸した。国道システムが規定された当初、26号線はネブラスカ州からワイオミング州の区間に限定されていたが、1950年代になるとアイバホ州とオレゴン州まで指定区間が延伸した。 東端はネブラスカ州オガララにある週間高速道路85セントの交差地点であり、西端はオレゴン州シーサイド南部で国道101号セントの交差地点である。2003年までシーサイド南部からアストリア北部までの 32km は国道101号セントの重複区間として指定されていた。大部分の区間は旧オレゴン街道の経路を踏襲している。 週間高速道路網の設立する直前にあたる最盛期にはオレゴン州のアストリアが26号線の終点と指定され、その総距離はに5 0 6トルに及んだ。オレゴン州東部のピクチャー峡谷入り口を通る国道26号線。ジョンデー川が写真右側を流れる。国道26号線はオレゴン州の東部から中心部に向かって伸びているが、 途中で北西に方向を変えて、ポートランドを通り、オレゴン州シーサイド付近のオレゴン海岸で終点を迎える。ポートランドの西部地域では26号線は、サンセットハイウェイとして知られるフリーウェイとなっている。ワイオミング州アルパインから、アイバホ州アイバホホールズに進むと、週間高速道路15号線に接続する。ブラックフットで、週間高速道路15号線から分岐し、 アイダホ国立研究所の方面に向かう。クレーターオブザムーン国定公園の北端部を迂回した後、ブリスで週間高速道路84号線に接続する。さらにマウンテンホームで国道20号線と接続し、そのまま国道20号線と重複しながらオレゴン州に入る。ワイオミング州のヘルズハーフ、エーカー入り口を通る国道20号線と、 国道26号線の重複区間国道26号線でワイオミング州を西に向かい最初に入る市はトリントンであるさらに約8 0トル西に進むと週間高速道路25号線と接続しそのまま同線と重複しながらキャスパーまで続くキャスパーから諸長にまでは国道20号線との重複区間であるその後26号線は グランドティトン国立公園に入り、南西方向にカーブした後、アイバホ州に突入する。国道26号線の東端は、ネブラスカ州オガララにある、週間高速道路80号線との交差地点である。オガララからノースプラット川沿いを北西に進むと、ブリッジポートで国道385号線と交差する。国道十六号線が通るネブラスカ州最大の都市は、 スコッツブラフでワイオミング宗教の3 5トル手前に位置する。国道26号線はまた、チムニーロック国立史跡も通っている。ネブラスカ州内を走る国道26号線の総距離は2 3 3トルである。国道320号線は1926年に最初の指定された区間の一部として国道20号線の所長にと、 国道87号再線のリバートンを結んでいた。1938年にワイオミング修道320号線の指定を受け、国道287号線が再編成された1940年にはランダーの南西まで延伸した。国道県ワイオミング修道320号線の区間は1950年に国道26号線の延伸区間の一部になり、 残りのワイオミング修道320号線も1954年にワイオミング修道789号線の一部になった。ありがとうございます。